もしもピアノが弾けたなら、思いのすべてを歌にして、君に伝えることだろう。雨が降るしは雨のように、風吹く夜には風のように、晴れた朝には晴れやかに。だけど僕にはピアノがない、君に聞かせるでもない、心はいつでも半開き、伝える言葉が残される。ああ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 、残される。もしもピアノが弾けたなら、小さな明かりを一つつけ、君に聞かせることだろう。人を愛した喜びや、心が通わぬ悲しみや、抑えきれない情熱や。だけど僕にはピアノがない、君と夢見ることもない、心はいつでも空回り、聞かせる夢さえ遠ざかる。ああ、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 遠ざかる。はい、こんばんは。今夜はね、もしもピアノが弾けたならを歌いました。2017年11月の2日木曜深夜の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に配信してます。どうもこんにちは。今日遅くなっちゃったけど、なんとかやってますよ。うん、あ、よかった、配信できてる。なんとかです。出力は切り下げない、まあ、でもなんとかできる。今日はね、ワイヤー OBS スタジオで、今日遅かった、遅くにありがとう。ビームさんに、ヘイさんね、ミッキアさんね、うん、最初に聞こえてたけど、今日あれ、金曜日も仕事なんだ、ヨガが金曜。今週は金曜仕事になりましたんで、休日出勤ね。分かった、だから土日キャンプに行くからね。うん、え、速度弱いのかな。でも、よかった。大丈夫ね。うん、なんとか。よかった、配信がどうできてるかな、配信が。スマホで見てみようか。どうも。どうせは眠いよ、もうこれもう2時もやっちゃったもん。今日は OBS スタジオで、もうちょこっとね、今日はね、やって、まあいつも通り生存確認の一環だからさ、生きてる限りどんどん遅くしたりやりますからね。今日は、こんな感じで、今日はね、西田敏之さんの、もしもピアノが弾けたならでした。生きてる限りどんどん遅くしたり。ああ、やった。届いてるんだ。あ、よかった。4名さん、ありがとう、こんな遅くにね。今日は OBS スタジオだけど、なんとかライブできてるね。赤マークだけども、なんとかできてる。よかった。どうも。もう寝るよ、ちょこっと。でもお腹ぺこぺこなんだ。食べてから寝る、少し軽く。ありがとう。ヘイさん、ありがとう。じゃあちょっと一杯ね。ありがとうね。うん。今日もちょっと、昨日さ、豚肉半分の買った見たから、昨日。豚肉。半分 250g で、半分でさ、キムチ鍋でやったよね。半分残ってる、誰炒めちゃって食おうと思って。豚肉。あんま高いね。今日は残りの豚肉半分炒めようと思って、今夜は。お腹ペコペコだし。それ食べてね、ひょこっと、ひと寝入りして、明日、金曜日仕事で。ひとまず、ね、アルコールバーナーで。ありがとう、ヘイさん。おすくにありがとうね。うん、あ、もう一回、今来た人のために行くね。金曜日は仕事だからね。はい、今日はアルコールバーナーで、豚肉の焼肉やろう。で、昨日の残り。昨日は半分しかつかなかったんです。だから今日遅いこともあって買い物しなかった。ちょうどよかった。これで焼こう。このスキレットで焼きます。
今日はこれまあ昨日半分あんま昨日買ったからさ、昨日半分食べてさ半分残ってるんで、これ豚肉切り落としね、ね食べちゃいましょう。これこれで炒めてアルコールも入って、ペコペコなんだお腹、あー疲れた。はい、今日は豚肉です。ちょっと映像暗いね、ちょっとね。今日は今ワイヤーキャスト、なんかワイヤーキャストかね、なんかね、ワイヤーキャストの方がなんか知んないけどね、うまくね、起動しなかったんだよね。それで今日は OBS スタジオやってます。ちょっと映像暗いけどね、まあ、できてなく、なんとかできてるからね、これでやろうね。こんにちは。乾いてきた。じゃあこれで豚の昨日の豆腐と豚肉でキムチ鍋やった時の残りの半分の豚肉炒めよう。キムチもあるからな、キムチはちょこっと入れようね。豚肉は全部使っちゃおうから、いつまで取っておいてもしょうがないからさ。ちょっと油入れて、こんなもんで。キュレットに油なじませて、今日は豚炒め、お腹ペコペコなんで、じゃあ豚肉多いかな、やっぱり。また残る、明日も使おう、明日もね。あ、でも全部やっちゃおうか、気になるけど全部やっちゃおう。ええ、豚肉です。豚肉炒め、豚だからよく焼かないでね。味付けはね、まあキムチの当然ね、キムチも買ったからさ、昨日キムチとこってたら全部がいいよ、キムチは。キムチは入れすぎないように。今日はね、豚キムチ味がするね。豚キムチだ。キムチ。これもね、キムチはどんぐらい？3分の1ぐらいにするかな？少し。まあこんなもん。まあこれでいいや。2すくいぐらい。また使おう。豚キムチ。いつも通りです、朝。いつも通りです。でも遅かったからお腹ペコペコだからね、ちょっと食べて。今夜は豚キムチ。うん、今日は仕上げにね、市販のこれはハウスの生姜入れようと思って。生姜。昨日はさ、豚キムチ鍋はさ、昨日のキムチ鍋はさ、味噌味だったけど、今日はね、キムチの他にこれを入れて、生姜入れて。あ、網木屋さんありがとう、遅くにね。夕飯ですよ、夕飯。帰ってくるの遅かったからさ。夕飯です。で、帰ってくるの遅かったからね。おー、いい香り。豚肉シート落ちたな。味は十分だ、キムチで。ぴったりね。もうちょっと豚肉火取ったら仕上げにおろし生姜入れて混ぜて。あ、どうもね。今日遅くなっちゃった。なんかと OBS スタジオ良かった。今日ワイヤーキャストがうまく起動しなかったからさ。もうそうすればワイヤーキャストがすぐすんなり起動できたらね、1時台にできたと思うんで、1時40分ぐらいに。でもちょっとね、手間取っちゃって、意味もらっちゃったけどね。で、ワイヤーキャスト諦めて、OBS で、OBS スタジオ。別のソフトで、また別のエンコーダーソフト。でもワイヤーキャストの方がいいんだよな。ある方がさ、軽いからね。
気持ちいい感じ。今来たのためにね、金曜日仕事だからね、夜が明けて金曜日仕事で、ね、おいい香りしてきた、もうちょっと火取んないとね、豚肉キムチ、これ油キムチ持ってこようか。今日はこれ豚キムチです。スペシャルタイム、のどごしスペシャル、これいこう。今日はのどごしスペシャルで、これいいかな。まだ2本あるから、あんま日本酒、今日遅いからさ、あんまお酒はやめて発泡酒、いい感じだ。今日は豚キムチ、昨日の残りの豚肉とキムチちょこっと入れて、昨日はさ、豆腐入れてキムチ鍋でしたが、今日は豚キムチだ。あ、豚はもう、いいね、黙ってきたね。もうちょいかな、全体で混ぜて。うまそうじゃん。じゃあ、この辺で、焼きはこれ。市販のこの生姜、ちょこっと入れて。全部入れちゃうかな、取っといてもしょうがないから。全部入れます。そうだ、発汗作用に来た生姜、焼きに生姜、風邪っぽいっていうか、ちょっと寒気すったらさ、発汗作用に来たい。ちょっと今日遅くなっちゃってね、うん、いろいろね、うん、うん、仕上げに豚とキムチ炒めて、仕上げに生姜、途中だったら全部入れた。で、生姜混ざれば出来上がりでいいかな。あっ、あっ、あ、危ない炎。あ、危なかったね、今ね。豚キムチ炒め、うん、あっ、キムチをどうかな、キムチ、うん、あっ、うまい。それじゃ、今日は発泡酒、この間2本飲んだ、またこれ。じゃあ豚キムチと飲みに、乾杯。うまいねー。やっぱ生姜が効いてるじゃん、やっぱ仕上げに入れた生姜がいい感じに混ざって、もうまず火止めようか、火止めよう、火止めます、もう火止める。やっぱスキレットの方がいいね、取っ手があるからね。昨日の鍋はもっと取って大変なんだけど、今日は豚キムチだ。ああ、いい感じ。キムチと豚肉炒めて、昨日のやつね、キムチ鍋の買った豚肉の残りの半分とキムチちょこっと入れて炒めて、仕上げにキューブの生姜、おろし生姜、おいいね、ホットホットだ、発汗作用かな。うまい、ああ、怖い、気持
むき肩肉生姜焼きいい感じこれ、今日買わなかった昨日の半分だからね、この発泡酒の前に買ったからね、前に4本飲めっかなって4本買ったけどさ、2本で終わったからさ、その時の残りの4本、これ昨日の買ったキムチと豚肉、うまい。うまいね。うまい。じゃあもう一本、じゃあ発泡酒もう一本持ってくんで、もう一本、じゃあ豚キムチ生姜入り、じゃあもう一本持ってくんで、2本あるからね。久々オービススタイプ使ったけど使えてよかった。ワイヤーキャストができなかったんだけど、あ、じゃあ2本目持ってきた。2本目、あ、じゃあこれでおしまい。もう今日ちょっと遅いからさ、一寝入りして仕事だからさ、2本しなくて発泡酒にして祝いでね。でも休日出勤だからそんなないと思うんだ今回は。ああ、でほいでき、あ、うまいね。お肉半分、250で半分ぐらい、半分、まあ、100g 以上あるもんな。うまい。うまい。疲れた。でもよかった本当、ね、どうもこんにちは。うん、うまいよね。今日は豚キムチ、これで豚キムチはまだちょこっとあるからね、豚は全部これを使った。あんま生肉はそんなね、昨日買ったもんだからさ、日付が変わっちゃうと一昨日かもしれない、日付が変わってるね、あんま置いとけねえからな、だいぶ早く。
うまいね。あれ、ヘイさんってベクゾーさんって知ってるかな、アウトドアでよく動画アップしてんの。ベクゾーさん、新潟の方の人で。もうよく見てんだけど、あの人ね。あの、今度、尾瀬の方行ってみたらね、いいなと思ったね。もう毎回尾瀬は行きたいなと思って、尾瀬。奥多摩、丹沢行ったことあるけど、尾瀬もね、首都圏からだと結構行きたいからな。もうほんと、尾瀬行ってみたいなと思って。まあね、尾瀬。テント担いでね、いいよね。あの辺もね、大勢もさ、雲取さんみたいにね、テント場結構あるからね、いいんだよ、あそこ。ね。今日は豚キムチでした。もう終わりけど、どうもね、小松、今日は豚キムチ。生姜、あれ、昨日の生姜、昨日の残りのキムチと豚肉炒めて、あとチューブの生姜使って、入れて、まあ、こんな感じ。まあ、美味しく食べた。で、飲み物が。これね、キセリンの喉越しのやつね。あー、うまい。そうか、知らないよ、ベクゾーさん。よかったら、ベクゾーで検索するといいよ。僕よく見る、あの人が僕好きでよく見てる、あの人も。僕が見るアウトドア系の人の一人かもしれないね。ベクゾーさんは。最近サントさんアップしないで、ね、忙しいのかな、サントさん。どうなんだろう、サントさんね。最近見ないね、あの人ね。ベクゾーさん、新潟の方の人かな、あれ。日本海側の人で。よくアップしてる。あの人はよく、その辺で能力的なやつね。山の中で、田舎の人だからさ。そう、ベクゾーって、ベクゾーどういうのかな、ベクゾー。うん、その名前。カタカナ、アルファベットのベクゾー。まあ、どっちでも出てくると思うんで、YouTube で検索したら。まあ、僕がよく見る人、YouTube のアウトドア系で。ああ、甘かった。今日は遅いんでね、もうヨガが、さっきも言ったけどさ、金曜日仕事だからさ、仕事なんでね。ありがとうね、ヘイさん、こま、ショウさん、ありがとうね。今日はこの辺で終わる。ね、こんな遅くにありがとう。はぁ、おやすみなさい。また明日は金曜日仕事だからね。仕事から帰宅時代ありますんでね。おやすみ。いいかな、終わるよ。終わります。そう、田舎はね、そうだろうね。いっぱいそういう場所あるもんね、林道とかね。都心は全部住宅街だからできないけどね。田舎だったらね、できるよね。ちょっとね、山の方入ればね、いっぱいあるもんね。東京だったらやっぱり、うん、奥多摩行くも山いっぱいあるからね、そういうとこでできるかもしれないね。23年できないけどね。うん、そう、そう、ベクゾーさんはそういったところでのテントで張って野宿してるわけ。うん、そういうの。まあ、キャンプ場もあるけどね、あれ確か。スノーピークかな、あれ、地元の。そこよく使ってたりして、あるけど、もう結構あの人はその辺の林道野宿とかよくやってる人。うん、うん、ありがとうね、ありがとう。また楽しめない、うん、ね。また明日ね、でも、終わればだって、土日は休みみたいだからね、土日はね。休みはキャンプ行こうと思うんでね。じゃあおやすみなさいね。こんなお時間にありがとうね。おやすみなさい。うん、また行くからね、関西ね。うん、でも、ありがとう。おやすみなさい。終わります。ありがとう。じゃあ配信終了。おやすみなさいね。配信終了だっけ？え？録画終了しよう、録画終了。